たたたたお邪魔者のお姉さん方蹴散らしていざステージへよ。はい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 、やっほー、そしたらやっほー、こんばんは、おかえり。なんだこれ、え、ちょっと待って、なんだん、なんだこれ、りほちゃん、なんだこりゃ、くまさんの、あ、わかった、ハロウィンだからだ、ハロウィンのね、うわ、くまさんキャンディ、しょうがない、しょうがないな、りほちゃん。誰？ SIR 公式入ってますよ。ちょっと、どこ、怖い怖い怖い。誰ですか？運営。誰？怖い怖い。SIR 公式がいる。怖い。怖いよ。ログアウトして、SIR 公式怖い。え、なんでいるんですか？え、なに誰だ？鬼かな？怖いよ。ねえ。痛い人、ダメだって。痛いな。板垣です。新入社員が見てます。りほちゃん、ありがとうてれってー、ほい。ちょっとくまさんキャンディーないからパンダあげるね。ありがとうパンダ、ありがとう。あいたん、こんばんは。はるみみ、こんばんは。ただいまー、いいねとりつい、ありがとう。やー、りほちゃん、やー、いいねとりつい、ありがとう。こんばんは。あ、お弁当さん、お帰りなさい。ありがとう、遅くまで起きてくれて。あいさん、こんばんは。あ、はるぱるさん、こんばんは。今日はコーラエナジーを飲んだ日だった。ラビット、こんばんは。ぴょん、ありがとう、ぴょん。おかえり、ごさん。こんばんは。いけどん、こんばんは。ありがとうございます。後ろ落ちそうだ、これ。そろそろヒガンバナ枯れるねってことだよ。板垣ですね。わかりました。板垣さん、わかりました。こんばんは。あ、たけさん、こんばんは。おかえりなさい。じゃあ、おいたん、髪の毛縛ろうと思ったように。こんばんは。遅くまでお疲れ様。あ、プルンプルンだ。おかえり。こんばんは。ありがとう。あいちゃん、抜歯したところ痛いよ。あれ、なんだっけ、親知らず大丈夫？いや、そうなんで、葵たんも親知らずを抜いた時に本当に痛くて、でほっぺちょっと腫れたもんね。こんばんは、あ、ひろたむ、こんばんは。おかえりなさい。今ね、髪の毛縛ってる。しょうががない、ん、しょうがないな、しょう、なんか髪の毛ごっちゃになっちゃった。ねえ、ごっちゃになっちゃったよ。ねえ、ほら、あれれれれれ、もういっか、よし、ほい。いただきなさい。ゆっくりさん、SIR 公式で入っていいのね。いただきさんねえねえ。おはよう。あ、キンキン、おはよう。こんばんは。パンダー。そう、パンダ。そう、パンダの、なんかね、なんかちょっと通販で物を買ったらパンダ来た。お弁当さん、ありがとう。パンプキン。てれてれー。みよ。新しいパンプキン。イエーイ。これ光るやつ。ピコピコピコ。ありがとう、弁当さん。キキ、おはよう。こんばんは、じゅうたん、こんばんは。お待たせ、ありがとう。おはよう、ベブバズなさい。学校先生、おはよう。おやすみ。あれ？ゆきゃん、おはよう。他とはあとくまさんも言ったんだけど、くまさんも全部1万なの。怖い。くまさんって稼ごうとしてる。今日採用式、おどうだった、出来栄えは。僕の親知らずの写真使ってるし、仲良しすぎる。うん、多分落ちた。何点以上とかあるのそれって。髪の毛縛ったら幼くなったな、子供は寝る時間だよ、バーブーって。なあ、とか、あれ、たけさんってそんなアバターだったっけ。アバター変わったね。だ、振り消しの曲を紹介してくれてありがとうございます。しかもだよ、ちゃんと柏木さんセンターとかもあったのに、あれだよ、秋茶センターにしたからね、おいた。髪留め来いでしょ、これ幼稚園生の髪留め。葵ちゃん遅くなったけど、誕生日プレゼントで僕の親知らずあげる。いらんわ、いらん、ぽい。ほい、ほいコーロ、あれ、イーリン、ホイコーロー、おかえりなさーい。髪の毛がピヨピヨピヨ。
だから簡単な筆記試験だったんだが難しかった。そういうこともあるよね。お疲れ様。それ何？試験は落ちるとダメなの？受からないとダメなやつ、ジロタン。サンチャイ。サンチャイ。20ね。20サンチャイ。幼稚園児こんばんは。あー！上様こんばんは。ぴょーん。おかえり、上様。わーわー、あおったー。おいおい、TT さん。あおったー。おかえりなさい、TT さん。ありがとうございます。みんな遅くまで起きててくれてありがとうございます。今日はね、舞台の稽古をして、で、その後、編集をして、帰ってきたでごわす。そう。で、今日はね、そう、あれなんですよ。なんかすごい、なんか本当にさ、舞台の稽古をしてるとさ、早くみんなに見せたいなーって、思って、なんか言っちゃ、なんか言いたくなっちゃう、こういうシーンあるよとか、そう、なんかいろ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 言いたくなっちゃうけど、そう、あのラビット役はなんか本当にすごいんですよ。多分なんかもうあのお笑い製造機になれるぐらい、ラビット役はちょっといっぱい動いて、いっぱいなんかちょっとやりたいと思います。そう、あのね、そう、楽しみにしててください。プロフィール画像にゆきゃんをやしらずをし、おお、いいことあるといいね。25年前に習ったことなど覚えとるかい？ 25 年前？でも、あおいたんもそうだわ。だって、あおいたん理系だったのに今数学やれって言われても全然わかんないもん。幼稚園で、あいちゃんパパにしよう。これは怪しいやつだな。昨日的なおととい、3日が秋ちゃんのお誕生日だったから。あ、そうなんですか？おめでとうございます。それは知らんかったです。SIR 公式さんは10月17日から24時間配信で書いた。10月17日から24時間配信するの、なんで？なんかあるの、その日。なんかあるんですかね。サンスポアイドルリポーター、略して SIR です。どうぞよろしくお願い。もうね、なんか自己紹介まで覚えちゃうよね。だが寝る。え？寝るの？今寝たら死ぬよ。ねえ。上様アバターはゆかちんとカインコのピーちゃんをファンが描いたアバター。ゆかちんは画伯なので、あ、そうなんや。なんかね、ゆかちんさんはさ、ピーちゃんって呼ばれたいのかな。ね、取り合いがすごい。受かれば面接。受かんないとダメじゃん。ネタバレ飽きまへん。いやー、ネタバレしたい、早く。そう、ダンスとかも早く見せたい。お連れは、ありがとう、稲垣さん、こんばんは。パチパチパチ、お疲れでござ、あ、ワゴマル、お疲れ。ワゴマル、ここがね、ここが春子だね。なんか、昨日見つけたよ。うん。ありがとう。ね、ワゴ、あれだよ。もう、福島楽しみにしといて。ワジョパンダ、ありがとう、パンダ。ありがとう。パンダ。結構さ、いやさ、このパンダは結構ワイルドなパンダだよね適正試験が延々と足し算するのあれきついわ。足し算なの？足し算ならよくない？こんばんは。あ、よったけさん、こんばんは。お帰りなさいませ。ジュリちゃんもお誕生日、おめでとう。ポケットパンチ、お帰り、お帰りじゃない、おめでとう。岩下の新生姜でしょよーって、渋い幼稚園児だな。幼稚園児が新生姜は。LINE 作業に向いてるかなんだろうけど、 LINE 作業って何？カウント完了、ありがとう、 TT さん。わかんない、名前に書いた24時間生配信ほんね。そうなんだね、すごいね。そうなんや。でも24時間、あいたんもさ、24時間配信とかね、やりたい人生なんだけど、ほぼ1ヶ月違いなんだから覚えてあげてください。ぴっくり、わかりました。おやす、あ、寝るの、おやす、ぺこりんと。いかついよね。ね、これは、なんかね、これは子パンダじゃないね。最後にすごい課題を与えられた。面接には自分に合った服装でって言われた。いいじゃん。あれだよ。なんか、あおいたんの、なんか、顔を印刷した T シャツとか着ていき。絶対落ちるから。福島楽しみすぎだ。わーい。いや、確実に、福島は確実にライブできることになったので大丈夫です。そう、おそらく一人ではない、ユスさんとライブする。誰がニラパンダやの、言っとないわ。すいません、僕らだから行けなくなったので別の日に予約変更して。あ、だからなのか、松目さん。いえいえ、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうね、本当に。ぜひともお待ちしております。うん、
ほんとポケットパンチ知ってるのね、うん、曲も一回聞いた。なんか結構クールだよね。でもね、ゆうさんが福島田舎であって初めて言ってたよ。埼玉とおとも、おともち？え？いやでも多分なんか違うと思うんだ、空気が。え、あ、言ってないか、言ってまで。パペットが一番可愛い。パペット？え、そう、なんかさ、パペットさ夜逃げしたんだけど、どうしたらいい？パペットパンダいないっす。いないや。コウペンちゃんだな。うん。どうも、タラちゃんです。フグタ、ノットフグタタラバとグータラちゃん。なんか違うじゃん。タラちゃん違いじゃないね。おかえり、タヌタヌ。こんばん、ぴょん。アイタン、こんばん。あ、カタカラミチ、こんばんは。ありがとう。アサリパ、ありがとう。アイタンの前世のサイン入り T シャツ着ていこう。いいよ。いよいよ。それで受かったら、それはいいことある。ソロやらないの？ない、ないみたい。なんかね、そう、決まってた。もうなんか社長がいろいろ考えて、そういう、ユスさんといろいろ多分やる。うん。やったー、やったー。アイタンの顔の T シャツなんてあるの？捕まらない？どういうこと？どういうこと？どういうこと？ねえ、ウォンテッドじゃないよ。ユスだ。そう、ユスさんと、まあなんかライブしたり、あと、まあなんかどっか、多分なんか MC を任せてもらえるとこがあって、そういうとこでかな。昔はレッサーパンダがパンダだったけど、ジャイアントが見つかってレッサーを取ってるパンダにされた。え、ジャイアントパンダ、え、レッサーパンダってあれだべ、立つやつだべ。この時間久しぶりだ、遅い時間、ユスさんありがとうございます。いや、ありがとうございます。ほんと日曜日大阪にいるからラックライブ行こうと思ったらラックいなかった。そうなんですよ、言ったけど、いや本当にそれはちょっと申し訳ないんですけど、そうなんですよ。なんかそう、ラックアイドルフェスって名乗ってるのに大阪行ってないんですよ。そうなんです。だから10月19、20の名古屋に来てください。アイタンちの子たちって家で多くない？なんでみんなどこ行っちゃうの？パンダパンダ子パンダ子パンダ。ハルコまた水の中で回転してるの？ハルコ？ハルコはいるよ、ここに。ハルコはまだね。ハルコは暇人。こんばんは、葵たんさん。あ、こんばんは、やみちゃんさん、お帰りなさい。さすがにそろそろ就職しないと。まだ、おっと、そっか、就職してじゃあ。天使たん、こんばんは。こんばんは、きょんちゃん、パタパタ、お帰り。いや、そうなんですよ、今日、もう昨日か、昨日ね、なんか天使の日だったじゃん、10月4日で。だからなんかみんなが思う葵たんが天使だと思う写真を教えてくださいってツイートしようとしてやめた。うん、やめた。そんな葵たんを天使だと思ったことなんてねえよって言われたら悲しいからやめといた。家で風太くん、風太くんって何？ゆうさんって声とか喋り方がゆいはんに似てる気がした。あ、でもなんか分からなくもないかもね。でも違うね、だってゆいはん京都でしょ。那須動物王国にレッサーパンダ、嘘、行きたい。あとね、なんだっけ、那須動物王国のなんかマヌルネコをすごいユスさんが勧めてくるから、それ行きたい。コミューさん大阪、そうなんですよ、そうなの。いや、それはそう。こんばんは、お邪魔します。あ、大ちゃんこんばんは、お帰りなさい。はるこたんはお顔がでかい。これはもうお顔小さくならない。はるこまだ汚い。いつも汚いよ、いつも汚くないよ。警察、そこの君誰と電話してんだ。あ、すいません。え、なになに、え、今の状況、タヌタヌ大丈夫？天使中二病、そう、中二病といえばてれててれー、はい、私が出演する舞台スターマーマレードはなんと闇をテーマにしたコメディになってます。こういうこと、なんでしなかったのよ。いや、なんかちょっとあれかな、恥ずかしいなと思って。20日は和歌山移動だから名古屋通り、なんで和歌山行くの？受かれば資生堂だから化粧品詳しくね。それで葵たんに化粧品を送ってちょうだい。やべ、フィクション台本を途中でね。ちょっと完結させて。あ、お姉ちゃんばんは。あ、ポプラちゃん、アバター変わってる、かわいい。おかえり、こんばんは。葵たんは天使だよ。SIR、 ちょっと違うね、棒読みね。葵たんは、そうだ、葵たんか、葵たんは天使じゃなくて女神になりたい。うん。
アイタンを天使だと思ったことねえよ。やめろやめろ、お世辞でもやめて、なんか言ってよ、もうなんか天使だと思ったことしかないよって言って、ねえよ、やめてやめてよ、いいね、やだやだやだ。アイタンは笑顔の天使、ありがとう、ホップステップスマイル。言葉じゃなくて言ったりした喋り方が似てるけど、あー、そういうことか、そういうことだね。相棒にいつも汚いは臭すぎ鼻おー、中二病、そう中二病、そういや天使の日だったね、そう天使だ、そうみんなの天使は誰、宣伝をぶっ込む南波さん、いやもうここしかないと思ってこんばんは、あー二代目さん、こんばんは、こんばんぴょん。妖精、あーいいね、妖精になりたいっていいな、いいな、あいいな、よなんかあれなんですよ、なんていうの、なんかあいたアイズワン好きなんだけど、アイズワンってあの韓国のね、ほら宮脇さくらさんとかいるさグループあるじゃない、そうが好きなんだけど、なんかそのそれぞれ自己紹介をするときに12人いるんだけど、メンバーが、例えばあおいたんが一番好きなキムミンジュって子はアイズワンの白雪姫、なんかミンジュですとか言うの、自分のことを白雪姫って言ってみたいよねとか、あとキムチェウォンちゃんはそうアイズワンの妖精チェウォンですとか言うの、そう自分のことを妖精って言ってみたい。バンバータカさん、バンバー、こんばんは。五十カント完了だじゃキラン、ありがとうポプラちゃん、舞台楽しみにしててポプラちゃん、お前らーちゃ、まず早い、天使だね、パタ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 、羽が生えてきた、目がうずく、え何、え違う、俺の天使、天使パタパタ、美少女女神さん、こんにちは、あーありがとう、女性最高さん、おかえり、こんばんは。リホバブはバブだから天使だよね、そう赤ちゃんだからね。女神いよいよやばいな、んんやばいよやばいよ、アオイタンに決まってんじゃん、おありがとうありがとう、君に天使の、ダメだダメ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 、君に何もあげられない。闇を舞台にしてのバイオバレてな、その日を境にタヌキの存在は消え、二度と日の目をね闇深い、いい感じに闇深い。坂口凪沙、いやアオイタンに、あれちょっと他の女の名前が、神何体、なぜ神、うん違う、なんか違うよ、イリン、アイズワン好きな女の子多いね、いや可愛いし曲も好きだし、そう、うん、そう、いやてかなんかすごい尊敬する、そう好き好きだし尊敬する。キョウさんバブじゃないですね、キョウさんは大人。こんばんは、おいたなさん、こんばんは、おかえりなさーい、今日もありがとう。世界の本田を忘れたいけどひーちゃん、そろそろ認めてもいいんだよ、ん何、私が天使だということ何何あれね、リホちゃんがバブってことね。妖精だなんて、妖精やーい、妖精、妖精やーい、おっとおっとおっと、妖精ダメ。自分のことを雪見大福って言ってみたら、あいたわ、雪見大福、そろそろ起きてほしいよね。私はカンフェウォン女神さんが、え本当ですか、カンちゃん美しいね。真顔、なあらにバブバーブ、ラクエの草、なに腐れとか読もうとしちゃったラクエの隠れ番長あおいたん、体育館裏に集合だ、なんか違う、古い、寝てた、こんばんは、あっハク様こんばんは、見た、10月7日福島由香さんのとこにで1曲ライブをします、でその後物販も一緒にやりますっていうのをインスタのストーリーに載せた。あ女性最高さんありがとう、タコさん、あれあいたタコさんどこやったかな、タッ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 タ人生経験は3歳です。バーブー。精神年齢？世界のホンダでひーちゃんって出るもんな。いや、もう栃木だからね。6日に起きる予定だよ。6日に起きる？どういうこと？どういうこと？何？あれ？何？今キャッチボール失敗した。6日に起きる？ああ、大福が、本当によかったよかった。おことなし様だっけ？それもののけ姫じゃない？
なんだっけ、あ、ひとか、あ、違うな、それ違う、あ、ひとか、お前に3は救えるか、あ、これなんか似てるかもしんない。シマエナガ系アイドルで行こう。こんな、何シマエナガって、栃木の誇りだ、いいな、青いたもちょっとさての誇りになろう。汗かいてる、おー、よかった、これから見る、うん、そう、なんとか出られることになった、よかった。青いたんから体育裏に呼び出し、おどおど、あ、草むしりですか、うっす、あ、そう、草むしりしよう、一緒に。草むしりか、なんかさ、草むしりってさ、なんか青ちゃん結構草むしりの時間とか好きだったんですよ、なんかボランティアの。最近そういう機会がない。下向いたら分け目がジグザグだった。どこどこの青いたん、青いたんか、どこどこ、似てないよ。ん、何が、何が似てない、キャッチボール失敗した、ぴょい。はい、そんなコーナーで告知をしたいと思います。皆さんですね、まず次回のライブは来週の月曜日10月7日に、ラックユーアイドルフェス in 新宿レニーがあります。でですね、なんだラッ、なんかタイムテーブル見るとトップバッターにラックユーアイドル編集部っていう時間があるんですけど、その時間は葵ちゃん稽古でどうしても間に合わないんですよ。でその時間なしで、その後18時頃に、福島由香さんの出番があるんですけど、そこで、1曲だけ、新メンバー2人と2人いるので、その日は2人来るので新メンバー2人とステージに立って1曲やりたいと思います。その後ね、並行物販があるんですけど、物販も一緒にやります。で他の時間は多分基本的に受付のラックアイドルパスを販売してるブースにいるので、まあ全然その時間でも、うん、なんか青いタン見かけたらいつでもチェキは取れるし、あと舞台の手売りチケットも販売してるので、チケットもぜひ買っていただけると嬉しいです。なんならもう多分 SIR の物販にもいるぐらいだから、どうせ青いタン。はい、なんで10月7日ですね、ラックアイドル編集部の、ラックアイドルパスっていうホームページがあるので、そちらからぜひご予約をお願いします。ピコリンチョ。そしてその次がですね、もう確定しました、10月9日水曜日、夜19時からペーパーアイドルという、浜松町駅北口文化放送サテライトプラス広場での無料の公開収録とライブがあります。なんだ、まあ、19時から19時半無料の公開収録があって、で19時、まあ、40分頃からライブがありますので、ぜひ皆さん、観覧無料です。ライブも、しかもライブとライブの間の MC の時間とかは写真撮影も OK なので、そうぜひ初見さんとかもこちらペーパーアイドル来ていただけたらなと思います。でその時にですね、こちらは無料名刺配布会もあるので、ぜひ名刺ももらっていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ピコリンチョ。はい、で一回コメント読みます。瞳女神さんも好き、おーおー、みんな好きだね。一人でずっと抜いていられるから好きなの、草むしり。なんでだろう、なんかさ、草むしりを抜いてる時はさ、草しか考えないじゃん、そういうことだよね。さてしのありとあらゆる草むしってゆくー、人手募集中ねさばいていく。なんか最近見れてないな、 YouTube で気まぐれクックさんっていうね、魚をさばいてる動画をアップしてる人がいるんだけど、そう、その人の動画最近見れてないや。うん、おー、これから予約します、ありがとう白様。18時か、地味に間に合わないけど、その後の物販ならいけるか。お、本当に間に合うといいな。ペコリンちゃんいつ聞いてもいいものですな。なんかもう会えたらさ、なんかペコリンチョってさ、言おうとして言ってないから、いつ言ったか自分で思い出せない。4人中2人しか間に合わないって分かって大抵組まれたの、よくわかんないです。それもなんかもう鬼に聞いてほしい、ほんとほんとに。なんかそもそもそう、そのトップバッターの時は4人中1人しかいないんですよ。そう、1人とユスさんしか行けなくて、絶対に無理だねってなって、で一応そのまあユスさんの時間、ライブの時間だったら葵たんも稽古から急いでいて間に合ってるし、あともう一人も間に合うしってことで、じゃあ3人いるから、で一人はもうその日来れなくなって今日分かったんだけど、だから3人いるから、じゃあ3人でなんとかライブできるかなっていうので、そうやるんだけど、そう、7日は18時からですね、です。
です、まとめさんです。名刺新しく、そう、新しいの作りたいんですよね、そろそろ。葵たん、草餅食べた、あ食べたい、葵たんだから草が好きなのか、草、違う違う、花だよ花。もしはお皿洗いとかも好きですか。あーでもなんかあれだよね、なんかさ、テスト勉強とかそういう時に限ってすごい無性にそういうことしたくなる。気まぐれクックめっちゃ見てる、それね、気まぐれカタカナ道だもん。草むしりしてると蚊に刺されるわけ、あそれはあるね。ペコリンチョは無意識、それは知らんけどと一緒やん。あペコリンチョね、あー知らんけど、知らんけど草むしりは何、まあ息を吸って吐くようにペコリンチョ、そうなの、いやそうなんですよ、息を吸って吐くようにペコリンチョ言ってるから、いつ言ってるか思い出せないの。変な魚おじさんの YouTube も、あそれ見てないな、変な魚おじさん好きだよ。でも足腰鍛えられるの、でも思うでしょ、なんかさ、お米作ってる人もさ絶対足腰鍛えられてるよね、主催なのにね、それな、うん。アイタンは LINE 作業向いてるかも、そう、ちょっとお米育てるか。こんばんには、少しだけお邪魔します。 XYZ さん、あやさんのアバだ、ありがとう、来てくれてお待たせしました。ラックユーアイドル編集部、アオイタンことナンバーオイです。あれお話ししたことある、あれ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 、ありがとう、ありがとうございます。右上のハートピンクにしてってください、ペコリンちゃん。そうだよ、そう、最新号こちら、ラックユーアイドルパス最新号は、SIR さんはあやさんが載ってるんですよ。あれどこ行った？ SIR のページ、あこれだ、あやさん、今月の関の星祭り行ってくるだ、星祭り I love you、 白さん、草草、花だ花、んーと、ハモハモの、あ、ハモ、え、ハモの祭りなんてあるんだ。え、今言ったよペコリンチョ、え、待って嘘、どこで言った、え、わかんないわかんないわかんない。農家向きのアイドル葵たん、なんかそういうコンセプトにしようかなね。あ、おいた、あ、ダックさん、こんばんは、おかえりなさいませ、ペコリンチョ、あ、言った今ペコリンチョ、ありがとうダックさん。はい、そしてですね皆さん、こちら本日も稽古をしてきました舞台スターマーマレードというね、あのパステルカラトさんプロデュースの舞台に出演します。場所、下北沢激地下リバティです。駅からねすぐ近くだよ、そう、南口出てほんとすぐ近く、なんか徒歩5分とか書いてあるけど、これ何の地図から言ってるんだろう。そう、なんかもうほんとあのあれで行きやすい場所なので、で全部で5公演あります。チームが2チームあって、葵たんはこちら、幻と書いて夢と読むチームにいるんですけども、5公演あります。24日木曜日が初日ですね、10月の、10月24日木曜日夜19時初日で、なんかねこのね初日がね意外とちょっとまだ席が空いてるので、そう、来ていただけたら嬉しいなと思ってます。そして25日金曜日14時、これは平日昼間なので、これねアフタートークがついてます。で、26日、土曜日は2公演12時からと19時から、そして千秋楽、27日日曜日、16時半からとなっております。千秋楽はちょっともう今お席完売しちゃったんですけど、そう、キャンセル出ない限りちょっとあれなんですけども、他4公演ですね、まだご予約受け付けております。ぜひアウターまだ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 ちょっと予約の数を増やしたいので、ぜひよろしくお願いします。で、アウターはラビット役なんですけども、まあそうだな、なんだろう、まあなんかちょっといろいろラビットはまず見た目結構変わるかも、葵たん。うん。あの、ビジュアル解禁されるのはまだなんですけど、見た目結構、変わるのと、あと、ただ、なんかいろいろあって、そう、なんか、うん。結構暴れるので、そう、ちょっと楽しみにしておいてほしいなと思います。で、まあ、ネットでまず予約をしていただいて、ツイッターにもあるんですけど、葵たんの、なんだ、アオイタンナンバーオイ専用の予約フォームがあって、そちらでご予約をしていただいて、で、それ物販、ライブの物販の時とかに手売りチケット販売してるので、まあ当日生産でもいいんですけど、あの先にアオイタンに先払いという形で、お支払いしていただけたらスムーズに
行きます。でチケット葵たんから手売りチケット買ってくれた方には記念にサインも書きますので、ぜひゲットしてください。よろしくお願いします。でまあどんなねお話かと言いますと、高校2年生の夏、キスもしたことがない私が出会ったのはへんてこな魔法使いと奇妙な世界でした。主人公の名前は山田花子。自分のことを闇を駆け抜ける騎士せつなと名乗る、それ以外は普通の中二病女子。ある日学校に魔法使いアリスラベットが現れた。主人公の中二病世界が霞むファンタジー世界が本当に実現。しかしこの世界にはある一つの秘密が隠されていた。そこに現れたのはお前ら。はい、というお話になっております。まあ、って結構なんだろう、多分この話を全部理解するのはちょっと難しいですよ、一回じゃ。できれば複数見ていただけるのがおすすめなんですが、そう、多分その日によって葵たんがやってるネタも絶対違うので、そうちょっと見てほしいなと思います。で2回目以降感激してくれた方は、500円キャッシュバックと、なんていうの、キャッシュバックとか割引になるので、そう、あとポストカードかプレゼントなんで、ぜひ2回見ていただけたら嬉しいです。しかもですね、まあ、お芝居はもちろんダンスもありますので、もう最近ダンスの練習してきて本当に首がやばいんですよ、首とか足が筋肉痛で。そう、でもぜひ見てほしいなと思います。よろしくお願いします。ペコリンと、こんばんは。トヨタさんこんばんは、おかえりなさい。たまに名前書いています。あれ、ウラピーさんだ。同じ作業8時間続ける作業を毎日、大変だな。かわいい、本当にかわいいです、ありがとうございます。お前ら早い。リホちゃんペコリンと総集編動画作って、大変じゃないそれ。キョウさん大変そうですね。だよね、いや絶対大変だよ。現実逃避するからいつも変な空想してるのか納得。ん、葵たんのこと。確かに大変だね。ペコリンチョだけ抜くでね。下北沢南口なくなったら東口から徒歩3、5分ぐらいマックとスタドンの道を通って下って、そうそう、あ、そうだそうそう、なんか前もそうだった、去年も。そう、まあでもそう、ほんとマックのね、通り降りればすぐだからね。ちょっと体育館の裏来いよペコリンチョ。ちょっと違うな。初日が一番何かが起こりそうで、そうだよ本当に初日、本当に舞台の初日はなんか本当葵たん手震えるほど緊張するんですよ、結構初日は。そうだから、そう、ちょっと勇気を、俺に勇気をくれ。うちも予約しようがないね、もうどうにもどうにもできないな。なんかあれだよ、なんかスタンバイしといて、スタンバイ。見た目整形、違う、音、見た目整形。お前ら星座待機ありがとう。見た目ラビットってボンキュッポンなの、それはないか、そういうね、セクシー系のウサギじゃないから。私だ、ありがとう。相変わらず情報量が多い、ちょっと頭の中でまとめて。ウサギだー、お前らー、お前らー、誰今の。これね、さくらちゃん、カードキャプターさくら、笑ってるワゴ、草大草原、誰さくら、カードキャプターさくらです、カードキャプターさくら。ただナンバだ、アドリブとか、あれありますね、アドリブ、うん、そう、なんかアドリブとか、ちょっと葵たんの技量が試されるとこがちょっとある。で葵たんはアルパカ役でしたっけ。ウサちゃんです、ラビット。ウサギちゃんダンス楽しみやな。ぜひともぜひとも、ちょっと楽しみにしといて。元気アイドルなんだからダンス頑張って。そうなんですよ、そう。でもまあ確かにそのダンスを全くやったことない役者さんに比べれば葵たんは踊れる方だけど、そう、ハードル上げてるー。どこだ、勇気、ありがとう、ありがとう、勇気。スタンバイとは、スタンバイ、なんか準備しといて、なんかちょっとから体を動かす。ありがとう、かぼちゃ、ありがとう、りほちゃん、たたたたたた、はい、ありがとう。パンプキン、ピカピカ光るパンプキン、こんばんは、かわいい、おいたい、あ、
タコさんおかえり、こんばんは。タコさんありがとう。マジでムロツヨシばりに、いやちょっとあそこ、あでもそっか、ちょっとムロツヨシさん見とこう。葵たん、お疲れ様でした、ありがとうね。女性最高さん、こんばんは。あ松さんこんばんは、おかえりなさい。踊れる方耳が、いやでもね、そう困ってるんです。葵たんラビット役だから、葵たん耳つけるんですけど、本当に耳が取れないか心配なんですよね。あ、タコさんありがとう。クマさん、キャンディーペロペロ、キャンディーの代わりにパンダかな、パンダありがとう、ありがとう。それ眩しいね。あ、ピカピカ、嘘ごめん。あれは無理ラベ、無理、あ無理、ムトイさん無理か、無理か。まあそう、ちょっとなんか、まあ葵たんがいろいろやることなすことに笑ってもらえたら嬉しいなと思って頑張ります。取れないように縫い付けとこう、ね、そう、そう思ってる葵たんも。そこに現れたのは私だよ。ねえ、どう考えてももうあれやん。ラビット役って網タイト履きますか。いや、そこはちょっと、まあまあビジュアル解禁されたらにしましょう。はいはい、ということで、皆さんありがとうございます。コメント流れちゃった方いたらごめんなさい。まあ、ぜひ舞台もそうですし、ライブもぜひ来てください。そして10月のね、13日は福島県、19日と20日は名古屋に行きますので、そちらもぜひ会いに来ていただけると嬉しいです。お待ちしてます。ん、そう、よくわかったね。てかみんなすごいよくわかるね。そう、あの舞台のやつでしょ、舞台の、そう稽古。あおいたん基本的にピンクの T シャツ着てるから、うん、はい、ということで、5位お弁当さんありがとう、4位白様ありがとう、3位カタカナミッチありがとう、2位リホちゃんありがとう、1位ハルミンミンありがとうございます。443名の皆様遅くにありがとうございました。ぜひ右上のハート白い方ピンク色にお願いします。あと、Twitter と Instagram ですね、やってます。そちらの方もぜひ見てください、よろしくお願いします。よし、じゃあこの後アイタンはお休みツイートでも、うん、するかな、しようかな、まあまあまあ、はい、ということで、皆さん本当にありがとうございました。ゆっくりゆっくりお休みしましょう。じゃあパンダで終わりにします。よし、はい、ということで皆さんありがとうございました。また明日お会いしましょう。以上、ラックユーアイドル編集部、葵たんことランバ葵でした。おやすみ。